皆さんこんにちは。今回は対ご機嫌中飛車なんですけど、ちょっとやりたい作戦があって、ですね、ここで角交換しようかな。ちょっと角交換をして、で、どうしよう。どうしよう。いや、やることは決まってるんですけど、まあ、ちょっと丸山ワクチンって呼ばれる形に組んでいって、まあ、ちょっとこれ丸山ワクチンではないんですけど、9六歩とかの方が先なんですけど、ちょっとこう端を見せて、こう、ご機嫌中飛車の出だしに、こう、地下鉄飛車をやってみようかなと、ちょっと思ってます。まあ今まで動画でこう、あんまりやったことないと思うんですけど、ご機嫌中飛車に地下鉄飛車は、あまり採用したことない。まあ多分、それほど多くもないというか、どうなんですかね。作戦としてはあるのかな。ただまあそんなに多くないと思うので、ちょっと今回それをやっていきたいと思います。まあ結構新しい作戦というか、そういう感じですね。これ金上がって、歩をついて桂馬跳ねて金引いて、あ、金上がって。まあこの後ちょっと今の符号だけだとややこしいと思うので、今からこれからこう陣形を作り上げていくんですけど、で、桂馬跳ねて。まあ、こんな感じで右側をしっかり作っておいて、こう右側からあまり戦いを起こされないようにして、あとは左側で勝負していくと。で、3八、2九飛車引いて、この後3八金と上がって受ける形ですね。まあ、でも相手の方、角で動いてくるような手も考えられそうでしたけど、角を打ってなんかこう狙ってくるみたいな。で、こっちは端棒銀で行ってみたいと思います。まあ、相手の方、金美濃って呼ばれる形ですけど、この形、玉頭があんまり強くないので、玉頭を狙っていくような指し方もあったかなっていうところではありましたけど、あ、で、相手の方、ここで角を追ってきましたね。これはどうしようかな。5六銀とか、5六歩とか、いろいろあるけど、5六歩は5五歩気になるかな。でも7七桂跳ねて角をいじめるような手もあるから、5六歩ついてみるか。で、まあ7七桂跳ねて、これは次に一応8五銀と出れば相手の角が詰む形になってます。なので5筋をついて、こう5四角と引けるようにして角の逃げ道を広げてきたんですけど、5九飛車かな。でも5九飛車止まると2五歩と来ると思うので、まあ、そこがどうかですね。8五銀、5四角。あーでも、ん？ 難しいな。8五銀、5四角、5五歩同銀、5九飛車とか。ちょっと角をいじめに行くような。でもこっちもな、ちょっと玉の近くで暴れてるんで、それ。リスクもありつつも、そのリスクに目をつむって刺していくかどうか。それかもう9五歩分かりやすくいっちゃうか。それもありそうですけどね。やっぱり端攻めしたい戦法なので、端攻めを絡めていくと。まあ、行ってみようかな。一回9五歩突き捨てといて。まあ、これ同歩で入れば、まあ、すぐに同銀と行かなくても、何かと攻めやすそうなので、ちょっと端を絡めて。同歩に同銀はちょっと危ないかな。ここで5五歩って一歩を入手しておくような指し方もありそう。5五歩同銀5九飛車5六歩。まあ、ちょっとここで一歩入手していきますか。まあ、9六歩っていう逆襲の筋はあるんですけど、一応まあ今なら9五歩って止めれば大丈夫かな。で、5九飛車と活用して。4四銀って引けば、8五銀って出た時に角が詰んでるので、相手の方としてはちょっとやりにくいかもしれないですね。結構この飛車はこの銀を狙いつつ、この角の逃げ道を狭めてる意味もあって、ここで5四歩と銀取りを受ければ、やっぱりこう5四角と引けなくなるので、8五銀と打って、あ、打ってというか8五銀と出て角を詰ます手があります。まあ、角を詰ましたからといって、すぐ良くなるかどうか、まあ、
ちょっと難しいところもあるんですけど、まあやっぱりでも角を取れるのは一つ大きいので、まあ端攻めを見せつつ角を取る手を見せつつって感じですね。まあ相手の方が角を打ってきて、まあこっちはこう銀を出た局面だったんですけど、銀を出て端攻めしようとしてきた時に角を打ってこの歩を取ってきたので、ちょっと端攻めを相手の方は警戒してる意味があるんですけど、角を使うことで。ただそれによって相手の方の角が狙われやすくなったので、そこをこちらは今狙ってるっていう流れになってます。5六歩には同銀って取る予定だったんですけど、これ一応同銀なら同飛車がこの角取りになるので、そうですね、かわしてくると思うんですけど、一応6五銀と出れば角が詰んでるといった狙いですね。まあ同角同桂で、桂馬もまあ中央に、まあこの桂馬端に使いたかったところもあるんで、まあ中央に行けるのがいいかどうかと言われると難しいところもあるんですけど、まあ基本的に桂馬中央に使えるのは大きいので、まあこんな感じで、あーそっち取って、同金は銀を取って同桂に4八銀の両取りってことですかね。でもそれは歓迎というかありがたい気がするので取りますか。一回なんか4、あそっちか、4八銀にまあ飛車手順になって攻めていけば、3八、ここで飛車になっていけば3七銀成と金を取られても、まあ玉とそっぽというか反対側の金なので、なおかつ金を取られた時にこちらの手番なのでいけそうかなと。でこれは一回6一竜と入った手が相手玉に迫りつつ、1一竜と香車を取る手があるので厳しそう。ただ5一歩と竜を閉じ込めに来られた時に寄せ切れるかどうかっていう問題はあるか。まあでもさすがに寄るかな。さすがに寄るとかいう謎の感覚で話してますけど、あこれは7一金打ちとか5一金を狙ってますね。1一竜には2一金なのかな。9二歩もある。5一金9一歩なり6一金8一と、9二歩と打って同香なら9一銀と捨てて、同玉に7二竜と金を取って寄せに行くような筋があるんですけど、9二歩には5一金と竜を詰ましに来る手がちょっと気になるところ。9五香、5一金、9三銀から一気に寄せに行く。あでもそれはありそうか。こちらの玉がかなり安全なのでここで寄せ切れば勝てるんですよね。なのでちょっと9五香と勢いよく香車を走って寄せに行きたいと思います。同香なら先ほどの9一銀と捨てて、同玉に7二竜と金を取って寄せに行く手があります。で5一金とここで竜を詰ましに来る手には9三銀と捨てる手があって、手順は長いんですけど、それは相手玉が寄り形だと思いますね。なのでこの順に踏み込みました。で7一金とこっちに受けて玉を固める手もあるんですけど、それは1一竜と香車を取った手が飛車取りにもなって相手の方はかなり受けにくくなるので、これはそれはこちらが勝ちそうですね。ただそうなると相手の方は結構受けが難しいので、結構こちらとしては寄せていけそうな、寄せていけそうになった時はまあ改めて自玉がどうかっていうのを考えないといけないんですけど、まあ相手玉こう寄せることができても自玉が寄ってしまうと負けるので、こちらの玉が大丈夫かっていうのも考える必要あるんですけど、まあ大丈夫そうですね。で歩には同香成から一気に寄せに行ってどうか。同桂にはこれ9二歩もあるけど9三歩もある、どちらもある。9二歩の方がいいかな。
急に振って、東京は9一銀で詰み、東玉は7二竜と金を取る手があったので、そうですね、金打ってくるんですけど、これは手順に香車を取って、飛車取りにすれば、まあ飛車取れれば、もちろん大きいですし、まあ、終盤なんで、こう終盤で飛車を取ってもしょうがない時はあるんですけど、そうですね、この場合はこちらの玉が寄らないので、飛車取れると大きそうですね。で、相手の方は、香車で飛車に紐をつけてきたんですけど、そこで手番が来るので、こちらは、あとは端攻めをすると、いった流れですね。9九香かな。まあなんか穴熊を崩していく要領で、とりあえず端に香車を足して、ひたすらロケットで、まあ次はもう8五桂とか、あとどっかでこれ飛車取って同香で、飛車をもらえば詰みみたいな局面になれば、いつでもこれ飛車取れば相手玉を詰ましに行けるので、そういう手も考えておきたいですね。で、早逃げと。早逃げにはどうするかな。まあ、強成り行きますか。強成りで。同金なら、同成と。で、逃げてくる手には、まあ、取って、9四桂かな。9四桂打って、金取りで。で、それには、まあ、いろいろあると思うんですけど、金打ちでバラしに行くのが分かりやすいかな。同金同桂成同玉ってなった時に、飛車を持てば相手玉詰みなので、ここに飛車が落ちてると。ここに飛車が落ちてて、同香なら飛車を打っていけば詰みで、同香以外に受けも難しいので、こちらの、これは勝ちですね。飛車を打って感想戦していきます。というわけで感想戦していきます。まあ、今回ご機嫌中飛車に地下鉄飛車からの端棒銀をしていった将棋ですね。まあ、これができるとというか、これだとあのご機嫌中飛車用に対策を覚える必要がないので、まあ、なんていうんですかね、覚える戦法が少なくて済むっていうメリットがありますね。あと狙いも単純ですし、端を攻めていくっていう、まあ、結構おすすめかなと思います。で、本譜は、そしてちょっと戻るんですけど、この角が、こう、ポイントというか、相手の方の作戦で、これは、放っておくと、この銀を取って、同金に、銀を打つ手が、飛車金両取りで、飛車を逃げるんですけど、金を取られると、これ、金、銀と角の交換で、こちらが駒損してしまうので、これは先手が、こちらが不利になってしまいます。というわけで、受けるんですけど、そうするとこっちの歩を取られるっていう。で、この角が左側の端に効いてくるので、ちょっと端攻めに対応してる意味があるんですけど、逆にこの角が狙われやすい角でもあるので、ここからこの角を狙っていきます。まあ今考えるとこれもう金とか上がって、無理やり角を詰ましに行くような手も、今もなんかパッと進めたんですけど、ひたすら角取りに、進めていって角を詰ましに行くような手もありそうですね。まあ、本譜は桂馬を使いに行って、まあ、こう戦いを起こしていったんですけど、まあ、そうですね。この本譜、こう攻めの銀でこう角を詰ますことができたので、まあ、まずまずかなと思いましたね。で、相手の方は、こう技をかけてきたんですけど、飛車を成れるので手順に。まあ、こちらとしては角、角銀と持ち駒も豊富ですし、まあ、すごいいい感じで進めれたかなと思います。で、こちらの玉がこの瞬間一瞬安全なので、ここから香車を走って寄せに行きました。ここで5一金と竜を詰ましに来る手は考えられるんですけど、9三銀と打つ手があって、まあ、これ一例をやると、まあ、同香と取ってくれば同香成で、同玉なら7二竜とこの金を取れますし、同桂なら角を打って、逃げた手に7二竜と金を取って、9一玉に頭金で詰みになります。というわけで、相手の方は下から受けてきたんですけど、まあ、強成から歩を打って、で、金を埋めてくる手には、飛車取りで竜を逃げれば、飛車取りを受けた時にまたこちらに手番が来るので、
あとはもう端からこう足し算でどんどん攻めていって寄せていけば、まあ飛車も七駒って言って、この飛車が七駒って言って、こういつでも取れる駒になってるので、実質こう持ち駒に飛車があるような感じで攻めていけるんですよね。で本譜もその七駒を生かして取ってから飛車を打って、これはどこに逃げても頭金で詰みなので、こちらの勝ちになりました。3級から1級の方向けに、達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。